皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋の作でございます。やってまいりました、プロジェクトカーズ2の時間でございます。はい、というわけで来月いよいよプロジェクトカーズ3が発売となりますね。私いろいろ考えました。プロジェクトカーズ2の集大成のレースは一体何にするべきか、そう考えたところ、なんとなんと今日8月24日はインディ500の決勝でございます。あいていてててて、ごめんなさい、親指痛いんでした、ごめんなさい。はい、というわけでちょっと本気で言いたかったな。というわけでですね、まあ現地時刻実際は8月23日の日曜日なんですけども、日本時間は本日24日の午前2時頃、放送があったと思います。佐藤拓磨選手、2017年に日本人として初優勝をいたしましたが、今回はどうだったのでしょうか。ぜひ佐藤拓磨さん、表彰台の頂点にお願いします。もう結果出ていますけどね、もちろんこの動画アップしている頃は、結果が出ていますが、もちろんね、私は今のところ分かっておりませんのでね。ということで今日はですね、インディ500の完全再現レースをまたやりたいと思います。完全再現って言ってもね、200周は走りません。その10分の1の20周走ろうかなと思います。はい、というわけで車両選択からやっていきましょう。インディ500といえばやはり私これですね、インディカーというふうにね、刻印というかマークが入っておりますが、やはりまあこちらのマシンじゃないかなと思いますね。スピードウェイということで、こちらが専用のマシンとなります。カラーリング、これいろいろ変えれるかな。カラーリングどうかな。佐藤拓磨さんみたいな色にしたいんですけど、色をカラーリング選択できません。あ、できるね。できますね。佐藤拓磨さんのは白と青とオレンジが基調なんですが、ないような気がしますね。そうですね。なかなかないかもしれませんね。はい。まあ、なんとなくカラーリングが似てる、これにするか。なんとなくね。なんとなくですけど、まあ、全然似てないと思いますけど、これにしましょう。はい。こちらで、走っていきたいと思います。でコースはこちらね、前回488チャレンジで走りました。インディアナモータースポーツ、失礼しました。モーターインディアナポリスということで。はい。で、ここですね、ラップ。ここをね、今日20周でいきます。10分の1ですね。で、カスタムでこの日にちが8月23か。23に変えます。で、決勝ちょうど12時ぐらいだと思いますんで、ここはまあ12時でいいでしょう。夏ということで。で、ここは天候はオールランダムね。これでいきましょう。で、フォーメーションラップ、ハイにします。これで保存しますね。で、対戦相手、ここを33台にしないといけませんから、あれ31か、31までしかないですね。で、ここなんですよ、グリッド順位。これね、いつもだったらまあ真ん中とかでしてるんですけど、まあ、前半、真ん中、後半と選べるんですが、ランダムっていうのもできます。で、今日やるのはこちらですね、カスタムということで、指定されたグリッド順位ということで、これ1、2、3、4、5とずっと選ぶことができるんですが、今回佐藤拓磨選手が予選を終えて3位スタートということで、私は佐藤拓磨選手に全てを捧げるためにここを3番手からのスタートということで、佐藤拓磨選手と同じ条件で走ろうかなと思います。行こうぜ。さあ、というわけでこちらで走りましょう。これで日にちとかね、全部完全再現してますから、まあこのまま走っていきたいと思います。サクシューマッハが走ります。今日はね、サクシューマッハが走ります。サクシューマッハジュニアはね、現在 F1 で大忙しですから、お父さんが走ります。では頑張っていきましょう。オーバルコースということでね、走っていきたいと思います。ちなみにね、予選3位っていうのは本当にすごい記録です。佐藤拓磨選手も過去最高ですね。で、こちら予選っていうのは、スーパースピードウェイを4周走って、その4周の平均速度で順位が決まります。普通のレースは1周のラップタイムの最速を刻んだら、まあ、その順位で、まあ、グリッド位置が決まるんですけども、インディの場合は、4周の平均速度ということになりますね。はい、ということで、頑張って走っていきましょう。楽しみで仕方ありません。インディ500。おー、めっちゃ晴れてるやん。もう最高やん。もうやっぱ夏は雨が降る確率少ないのかもしれんね。はい、というわけで晴れです。完全な快晴ですね。珍しいですよこれ。コースの路面温度50度、これはいい感じですね。はい、いやー最高でございます。それではね、スターティングリード3番手、サクの部屋、サクシューマッハが走ります。佐藤拓磨選手に応援するためにね、佐藤拓磨選手と同じ条件で走りたいと思います。よろしくお願いします。よし、行きましょう。フォーメーションラップでございます。マニュアル操作ですね。はい、というわけで今日はですね、こちらのドライバー視点、佐藤拓磨選手と同じ目線で皆様にお送りしたいと思います。いや怖いですよ本当に、この目線結構難しいからね。はい。まあでもなんとかなるでしょう。まあゲームですからね、事故っても知りませんから、まあなんとか大丈夫だと思うんですけど、私が前回このインディ500完全再現レースをしたのは 2,3 年前になりますね。はい、それ以来になります。インディ500完全再現レース、
まあ、完全再現といっても周回だけはどうしても再現することができませんのでね、そこは10分の1ということになっておりますが、頑張っていきましょう。 F1 のフォーメーションラップと違って全てのギアに入れたりとかすることできませんので、まあそのあたりはね、まあ仕方ないんですけど、まあ、タイヤだけしっかりぬくめておきましょう。ただタイヤをね、ぬくめるためにいろいろ走るとですね、そのままスピンしてしまったりとかたまにするんですよね。特に雨の日気をつけましょう。後ろを見るのはこれか、これですね。いい感じですね。はい、怖いですよ。で、この、前回も申し上げましたが、すべてペナルティとか最強にしておりますんで、何かあったらすぐ終了です。おまけにあれですね、接触した時の怪我の具合よ、怪我じゃないわ、マシンダメージか、マシンダメージも、マックスにしてますから、これかなり、怖いです。はい、ということでインディ500はね、3列3列で隊列を組んでいきますので、基本的に1位から3位であればほとんどポールポジションと同じような扱いです。なので今回のレースもそうですけども、接触に気をつけてまず第1コーナーを制したいと思います。第1コーナーをいきなり制してですね、とりあえず1位取っておかないと多分勝ち目がないです、この AI をね。よし、行きましょう行きましょう。3番手ですよ。ギリギリで120キロ制限ですからね、ローリングスターで。これ気をつけましょう。だから118キロぐらいでずっと巡行すれば一番いいんですけども、よし頑張りましょうね。よしよし、いいよいいよ、いい感じいい感じ。よし、オールクリアオールクリアオールクリア。よし、いけ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 。どうや、早いな、あいつ。ちょっと待って、第1コーナーを制せられへんな。待って、気をつけて気をつけて気をつけて、危ない。おい、1位2位3位が逃げた。でもここからはスリップストリームがありますからね、スリップ使いましょう。スリップを使ったらそんなに離されることはないからね。ただまだタイヤが完全にぬくまっていない状態で、これはかなりきついかもしれません。おお、速い、やっぱり前のマシン速いですね。スリップしっかり使ってね、スリップしっかり使ってね。どんどん抜かれるな、すげえ速いな、みんな。よし、 OK、 5速入れて、はいはい、ここでオーバーテイクしたいけど、これ接触する、無理すると接触するからね、これ。9位、怖い。みんなインコーナー綺麗に取りすぎやろ、 AI さすがやな、ライン通りに動くな一糸乱れぬこのライン、ちょっと待て待て、でも勝手に接触しないでね。一糸乱れぬというか、もう本当なんなんこのうまさ、ライン通りからもう綺麗に1ミリ単位も動かへんね。はい、では頑張ってね。現在4番手になりました、佐藤拓磨選手、いや違う、佐久シューマハ選手、現在4番手。よしよ、頑張っていこうぜ。これでなんとかなればいいと思うんですけど、とりあえずでもあれだな、早いな、みんな全然追いつかんぞすげえ、みんなめっちゃ早いな、全然追いつかんで、これ大丈夫。今基本的にアクセルはもうベタ踏み状態ですね、あまりブレーキは踏まないですね、このインディ500っていうのはね。だからほとんどね、アクセルワークとかいうよりも全然追いつかん。え、なんでみんなこんな速いの、すげえな、みんな。よし、でもとりあえず少しずつ追いついてきたように思います。少しずつ追いついてきたかな。はい、ちょっと私最初の方ね、ブレーキを少し離す癖があったので、こっからは一切アクセルを離す癖があったので、こっからはアクセル一切、上に上げない、もうこのままベタ踏みでいきたいと思います。よし、これでちょくちょく追いついてきたね。はい、これで結構追いついてきましたんで、これでなんとかね、走りたいと思います。 F1 よりは疲れない感じしますね。 F1 の方が結構疲れますからね。これはもうほとんどもう目と自己ベスト申し上げると、目と手だけですね、これ疲れるとね。ただ右手の親指を負傷した僕にとってはかなり酷なレースですね、これね。力が入りませんからね。よしよ、いや、これすげえわ、全然追いつかんわ、これ速い。よし、追いついてきたぜ、これ追いついてきたやろ、追いついてきたやろ。スリップ入って、しっかりスリップ入って、スリップ入って、スリップ入って。よし、自己ベスト更新。
はい、頑張ってるんですけどね、頑張ってるんですけど、やっぱり難しいんですよ。ちょっと待って、よし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 、いい感じ、近づいた、近づいた。分かった、ありがとう。もうプッシュするぜ、もうプッシュするぜ、順位上げるぞ。やばいやばいやばい、ちょっとアクセル、アクセル、ちょっと待って、よしよしよし、来た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 。それよ、ここまで、ここまで来たら結構追いつくぞ。よーし、大丈夫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 、いい感じでいい感じで落ち着いてね。ちょっとさっきもありましたけど、黙り込む可能性がありますから、このレースは本当に。もう喋るネタがないとか、あるない関係なく、これ口数一番減るかもしれない、このインディ500は。これ本当集中力いるからね、これ。もうレオナルドとかのモノマネとかやってる場合じゃないわ、これ本当。よし、とりあえずちょっとこの周回ちょっと黙りますね、ちょっと考えますね、いろいろ戦略。いや、ちょっと待てよ、これもうちょっとライン取りきれいにしないとあかんな。ここでアウトインアウトきれいに取れば結構な確率で追いつくと思うんですけどね。あまりインコーナー取るとちょっとシーンするから気をつけて。ホームストレート、おい、なんか部品落ちとるぞ、大丈夫。なんかこの辺誰かクラッシュした、クラッシュしてるやん、ピット入ってるやん。ピット入ってるやん、ピット、なんかクラッシュがあったやん、あれ。よし、ちょっと待て、あの部品、おお、びっくりした。はいはい、迫った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 、オッケーオッケー、スリップからの怖い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 、ちょっと待て、怖い怖い怖い、今の怖い今の怖い今の怖い、危ない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 、これは今のは危なかったね、危なかったね、びっくりした。よし、一旦落ち着いていこう、一旦落ち着いていこう。現在4番手、現在4番手、タクシーマハ選手現在4番手。よし、これ結構もうトップ争いになってたね、これ。後続全然おらんやん、後続、多分これクラッシュやで、あれ4番手がなんかクラッシュしたのかな、ちょっと分かりませんけども、そんなん見てる暇ないからね、もう一回これでなんとか追いついていきたいですね。バックマーカーもうおるか、ちょっと待って、みんなみんなバックマーカーやん、これどうしたん、みんなバックマーカーやって、どうしたんどうしたん、これ一大クラッシュがあったの、これ何、これどれが2番手かさっぱり分からへんわ。ちょっと待って、あ、こいつやこいつ、この前のやつや、この前のやつ、あ、ぶつかったぶつかったぶつかった、この前のやつ、こいつこいつこいつ、こいつが2番手や。あれ、いつの間にか順位が上がってる、3番手、え、何があったの、分からん分からん、これはちょっとわちゃわちゃして、大波乱が起きたインディ500になっておりますね。さっぱり順位が分かりません、これバックマーク多すぎて。ちょっと待って、これはてかもうリタイアしたやついるんじゃない、これ怖いな。よし、いいよいいよ、ここからまたちょっと本領発揮していきましょう。これだけバックマーク追ったきついてきついて、これどれかな、あの前の2台が多分トップ集団だと思うんですけど、今タイヤも落ちてたし、これリタイアしたやついるな、絶対ホイール飛ばしたね、誰か知らんけど。分かった、ディフェンス、ラジャラジャ。え、後ろのマシンっていうのはもう4番手のやつか、そんなのもう4番手がもういる、気をつけて気をつけて、アウトしっかり取っといてよ、アウトしっかり取ってね。よし、スリップ使ってスリップ使ってスリップ使って、いい感じや、これでアウト出れるか。無理すんなよ無理すんなよ無理すんな無理すんな、怖い怖い怖い、無理すんな無理すんな無理すんな、やめろやめろ、ちょっと抜くな抜くな抜くなよ。よし、あれは怖いあれは怖い、このタイミングでは抜けんね。よし、ここで綺麗にアウトインアウトや、これで綺麗にアウトインアウトするとグリップ力高いからね、大丈夫大丈夫。よし、落ち着いていけ、これはオーバーテイクするチャンスあるけど、なかなか怖いですね。もう吸収やん、早っ早っ、これちょっとすげえ。ただバックマーカーがいるおかげで、この1位と2位も結構遅いんですよ今、これほら、この前の2台がおそらく、1位と2位のはずなんですよ、この赤と青が。で、その前がバックマーカーですから、あのバックマーカーがうまく進路を妨害してくれてるから、1位、2位が飛び抜けることができないことになってるわ。だから僕にとっては結構このバックマーカーがいたおかげで結構いい感じになってる。そしてコーナー立ち上がりで一気になんか雲が出てきてるな。さっき回転やったのに雲出てるな。雨降んないよ、これ絶対。最終ファイナルラップとかで雨降んないよ、本当。マジ勘弁やで。あ、ちょっと待って、うわ、ちょっと待って、おいこれはあかんあかん、これはあかんって、ちょっと待て、これはおいこれはダメだ、ホイール失った、ピットインもうできない、ちょっと待ってこれはあかんって、おいどうなってるんこれ、おいホイール失ったなってんだ、おい、これはダメですよ、これはダメですよ、もうリタイアやで、これちょっとこれゲームオーバーやな、これもう完全に、これもうやっちゃったね、これね、白煙上げ出したわこれあれはあかんわ、どうなったん、もうこの辺なんなん、もういろんなもん落ちてるやん、これ
あれは避けきれへんで。ここでほら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 、マシンがこれもうここであれですわ、マシンがね、先スピンしてたんだ。これもうえらいことなってるやん、これ。ここえらいことなってますわ。ほらほらほら、もうホイール後ろが取れてたやん。ごめんねごめんね、これ邪魔してごめんね。えらいことなってるな、これ。先ほど皆さん怖い夢を見ていたそうですね。もう大丈夫ですよ、心配はいりません。これからが現実世界です。はい。ということでね、まあ冗談を置いといてですね、危険な事故でしたね。危険なクラッシュ、あれは本当に死んだかと思いましたね、今ね。本当に怖かったですね。とりあえずもう先行逃げ切りでいきます。さっきよりもいいスタートを決めますよ。いいスタート、切れてへんかな全然。はい、よし行こう行こう。でも大丈夫ですよ。はい、ここから大回りでいきましょう。大丈夫。おお、接触するよ、危ない。大丈夫ですか、気をつけて。危ない危ない危ない、ダメージ入ってない、ダメージ入ってないですね。ありがとうありがとう。はい、というわけで、もし今の事故が、分かった、ありがとう。もしさっきの事故がね、現実世界だったら相当命の危険があるようなクラッシュでしたね。あれ本当怖かったですね。まあでも、ゲームという安心感あるんですけども。おっと、なんか交代したよ、交代したよ。だいぶ今1台交代したね。大丈夫ですかあれ。はい、まあそんなことどうでもいいですね。とりあえず3番手スタートで一気に順位を落としましたが、ここからね、一気に前を目指したいと思います。先ほどと同じ流れですね。最初に先行1位は取れませんでしたけども、ここからね、しっかり走り込んでスリップ使って後ろから猛プッシュしてアウトから一気にオーバーテイクいこう。よし、危ない危ない、接触するよ、危ない危ない。大丈夫、ダメージも入ってない、 OK、 ダメージ入ってないですよ。いい感じいい感じ、綺麗なパスやったね。よし、あとはこれでさっきと同じパターンやな。これで現在3番手に戻ってここから優勝できるのかどうか、それにかかってきますね。で、3番手から4番手までは結構距離が空いたので、タイムが広がったのでね、まあなんとか大丈夫でしょう。で、このコースは基本的にアクセルベタ踏みでいいんですけども、グリップ力が高まる4周目5周目ぐらいまでは少しコーナーではアクセル緩めた方がいいかもしれませんね。で、あまりベタ踏みすぎると今度エンジン内部パワーユニットとかそっちにダメージが1個ずつ入っていくはずなんで、その辺が少し怖いかなというところはありますね。よし、いい感じでセクター3ぐらいでちゃんとオーバーテイクはできるかなと思うんですけども、どうでしょうかね。ここやっぱ速いですね、みんなね、マシンがね。さあスリップ入って6速入れたい、スリップに入りたいけどもなかなか入れない。これがまた楽しいんですよね。コーナーで多分アウトインアウト綺麗に取ればコーナーでどんどん追いついては来ると思います。はい、ファーストです、ありがとう。あ、もう3周目ぐらいでグリップ力安定してるわ、いい感じいい感じ。ここでスリップ使ってみましょう。大丈夫、絶対追いつくよ、絶対追いつくよ。これはまだ1位取るチャンスはいくらでもありますからね。落ちていきましょう。このホームストレートからの第1コーナー早いですね、この AI たちね。あー、ちょっと迫る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 、危ない危ない。ここのね、ストレート短いところでセクター2では結構きついですからね、オーバーテイクなんですけども、ここでオーバーテイク、 DRS 使いたいな、本当本当に DRS が欲しい今ここで。よし、ここで向こうはどう出る、向こうはどう出る、アウトインアウト気を取るか。ちょっとアクセル緩めちゃいましたね。この前にマシンがいる状態は本当怖い、これは本当戦略ですね。なかなかオーバーテイクできるね。よし、今回はでもバックマーカーおらんから平和なレースやで、いけるいける、誰もピットに入ってないね、いけるわ、安定したレースやわ。だからバックマーカー出だすのは本当に15周目ぐらいからですね。わかった、オーバーというか阻止する、大丈夫だ、心配するな、ジェフじゃないわ、誰かな、名前忘れた。はい、とにかく走っていきましょう。ここよね、ここで一気に加速するしかないんですよね。で、前でブレーキを踏まれるとまた怖いですから、ここですね、ここで結構追いついてくるんですけども、ここで一回アクセル緩めないと怖い。ただ積極的にもっとプッシュしないとこれは優勝はできなさそうですね、気をつけないとね。落ち着いていこうぜ。もう6周目やもん、早いな、やっぱりインディ500は。よし、大丈夫でしょう、大丈夫でしょう。やっぱりアウトから綺麗にアウトインすると本当アクセルベタ踏みでも安定してますね。よし、この作戦でいこうか。ただコーナーでのオーバーテイクはかなり危険ですから、これがなんとかね、
怖いんですけど、右側行っとこう、アウト側行っときましょうね。よし、アウト側から一気に綺麗に取る。ちょっと外れましたね。よし、大丈夫、追いついてきた。よし、いい感じ。来たよ。これ次セクター3でオーバーテイクできるんじゃないか。これただ次の第1コーナーが危険ですね。この危険な香りするね。ここでトップと変わらないペース、ありがとう。よし、これはいける。ここでオーバーテイクいけるぞ。無理か。あ、無理。セクター3、ちょっと待って。ミスを誘いたいんだけど、自分がミスするわ。こんなプレッシャーかけてた、これ。ちょっとよし、大丈夫、落ち着いていこう。いやー、これは入賞厳しいかな、これは。いや、でも最後まで何が起こるかわからんからね。レースというのは何が起こるかわからん。そう、さっきも何が起こるかわからん状態であんな多重クラッシュになった。野球だって2アウトから、9回2アウトからよ。何が起こるかわからない。人生は何が起こるかわからない。人生はギャンブルですからね。人生、生きてくること、生きて過ごすこと自体がギャンブルみたいなもんですよ、僕もね。よし、それで頑張って走っていこうじゃありませんか、本当。はい、追いついた。これで波に乗って、ここでコーナーで迫ってしまう。怖い。これでパッシロ行けるか。ここで抜けない。やれ、素晴らしいぞ。ちょっと待てよ、これは8周目か。今現在8周目。ただ差は縮まってたね。 0.1 秒差ですから、ほとんど 0.1 秒差か。だから多分なんとかなると思うんですけど、いや、もどかしいね。もう近づいていったら離されですね、本当。落ち着いていこう。よし、いやー、もう右手がしんどいな。怖いな、ほんと。もうでもさっきと違って、ホームストレートにガラクタが落ちてないからいいわ、ほんと。大丈夫ですね。この落ちていこう。よし、これほんと15周目ぐらいからグリップ力低下してくるから、これ気をつけないと。何、びっくりした、今何が起きた。あ、危ない。怖かった。 488GT3 じゃなくて488チャレンジもあんな感じでスピンしてから、気をつけないといけないね。危ないわ。1位と2位がめっちゃ拮抗してるやん。面白そう、あのサイドバイサイド。俺も混ぜてほしいわ。あれ、オーバーテイクしたんじゃない？1位。すげえな、レベル高いですね。いや、オーバーテイクするのはやっぱりストレートじゃないと怖すぎるね。ここでなかなかコーナーではね、オーバーテイクするのきついわ、インディは。分かった、ありがとう。ファーストテスト嬉しいぜ。いや、ここで迫ってくるんだけど、コースに乗って波に乗って、ここでオーバーテイクしたいですね。まあ、まだ分からんで、今10周ですからね、何が起こるかは分かりませんけど、この状態でなんとかね、まあ、もしかするとこのまま3位を狙うかもしれません。表彰台狙うかもしれませんけども、まあ、表彰台に狙ったところで表彰式のシーンはこのプロジェクトカード2にありませんからね。それが少し寂しいんですけども、プロジェクトカード3になったら表彰式のシーンありそうですよね。なんかね、ゲーム性が増してるからね。なんとなく、プロジェクトカード3の、こんな動画みたいなやつ で出しましたけど、あそこで表彰台に立ってるシーンがあったようななかったようなよくわかりませんけど。さあ、迫ってきた。ここまで迫ってきた。これで、ここよ。ここで一気に波乗らんか。スリップ使って。きついね。コーナーで追いつくな、どうしても。さあ、いい感じ。これでアウトから抜くか。いや、待て。アウトから抜くな。アウトから抜くとまずいぞ。アウトから抜くなよ。危ない。これは、おー、ちょっと待って。おー、びっくりした。おー、ちょっと。やったー、ザマエロ。ザマエロでござるな。ザマエロ。違う。ザマ見ろ。てめえ、このやつ。怖すぎた。危ねえ、今のは怖いって。うわ、マジで事故ったやん。でも事故ったけど1難去って、また1難やで。これ後ろから来たわ、2番手が来た後ろから。もう、ディフェンス、ラジャー、黙ってろジェフ、喋んなよ。よし、待って。うわ、今の怖かったね。真後ろいるわ。これ 0.1 秒差、 0.3 秒差やで。うわ、大丈夫ですか。ちょっと、まさかあんなことになるとはね。かわいそうですね。何が起こるかわからないですね。そう、何が起こるかわからない、まさにこのことでございます。バックマーカーいるぞ。これさっきのじゃん。これ違う、さっきのやね。ピットロードの方に何かホイールが飛んでったと。怖いね。ただこれは逃げ切れるかどうかわからんな。相当怖いな、これ。
でもこれ実際にこういうことが本当に起きたら、なんかもう心の中で、え、俺いけるんじゃねみたいな、いけるんじゃね、俺1位いけるんじゃねと思ってしまいますよね。そういう風に考えてしまうと結構危ないですよね。あんまり自分にうぬぼれたら良くない。っていうか曇ってきたね、これ本曇り。今度13周目ぐらいまで走るの初めてですから、これもしかすると雨降るんだよ。これもう勘弁してくれよ。雨降るんだったら今ぐらいで降ってくれないと困る。もう18周目ぐらいに降られたら一番最悪ですからね。ちょっとマシン早く処理してくれ大丈夫か、大丈夫か。フラッググリーンだよね。グリーンですね。よし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 、危ない危ない。うわー、これ差がきついぞ。これは逃げ切れるか。最後 0.2 秒差になってるで。気をつけてよ。そろそろグリップ力気をつけていこうね。ただ前にマシンがいないし、バックマーカーもいないから、安定してクリアアップで走れるのはいいことだと思いますね、これね。よし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 、大丈夫大丈夫。ここのセクター1、2、3ぐらいで一気に差を広げることができるけど、またホームストレートに帰った時に、結構やられますね。はい、よし行きましょう。大丈夫大丈夫、こっちで行こう。安定してる安定してる。今日の作詞マンさすがやな。安定してるわ。大丈夫、これ本当突っ込まないようにしないといけないよね、みんなね。あれ本当危ないね、あれはマジで。よし、このままあと行こう。15周目、あと6周。違う、5、6、7、はい、9、10周やね。10周じゃない、6周か。はい、分かってます分かってます。ニートの差をもっとね上げたいんですけども、何が起こるか分からないんです。怖い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 、気をつけて。グリップ力低下してるわ。ちょっとグリップ気をつけて、グリップ気をつけて。やばい、これ逃げ切れるかな。 0.7 秒差。タイム自体は大丈夫か。落ち着いていこう落ち着いていこう。怖っ、これマジで怖い。ちょっと口数減るかもしれないね、これ最後3周ぐらい。本当によし、落ち着いて。これあれマジで怖いって、あれ本当怖いわ。うわー、後ろ迫って 0.4 秒差まで来たな。最後、ただまあこのペースでいけばいけるのよ。やばいやばい、あーやばい、ちょっと待って、気をつけて、今ごめんなさい、今ちょっとね、アンダーになりすぎましたね。やばいやばいやばい、ちょっと待って、安定して安定して、気をつけて気をつけて気をつけて、怖い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 、やばいな。今ちょっと失敗しました。自分のミスです、完全に自分のミスです。これはうわー、後ろくる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 ブロックしたいけどちょっと怖い。うーわー、パスされた。うわー、きついぞこれは。頑張って頑張って、あーやばいやばいやばい、気をつけて。これオーバーテイクできる、オーバーテイクできる。もう一回もう一回もう一回、オーバーテイクできる。ぶつかんなぶつかんなぶつかんな、気をつけて気をつけて。やばい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 、うわー、ちょっとパスされました。おー、ちょっと待って、何が起きた。あれミスったね、あれは完全にミスったねやった、あれは完全にミスったね。よし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 、これはいい感じいい感じいい感じ。運がまだ味方してるぞ。昨週マハ大丈夫、いや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 、まだ味方してくれてる。大丈夫大丈夫大丈夫、落ち着いていこう落ち着いていこう。これはいい流れやいい流れや。ただ4速までしか入らんぞ、これ5速に持っていけないな。落ち着いて落ち着いて、よし、差は 1.4 秒、大丈夫大丈夫。さっきよりも速度は出なくなってる。フロントにダメージ5入って、パワーユニット3。これはなかなか、落ち着いていこう。コーナーはこれ危険ですね、コーナーかなり危険。よし大丈夫、落ち着いていこう。大丈夫よ大丈夫よ、このペースでいったら大丈夫よ。アクセルは少し緩めた方がいいわ。あ、マシンがいなくなった、マシンいなくなったね。よし、ただ後ろに、真後ろいるわ真後ろいるわ、これ怖い。 0.2 秒差、これはやばいな。コーナーでパスされる可能性がある。あと2周、18、19、20、あと3周。よし頑張ってるんだけど振り切れないんだ、フロントにダメージが入っちまったんだ。なんとかしてくれ、大丈夫だ、俺はもうただただ前を見て走るだけだ、信じてくれ。よし大丈夫だ、落ち着いていこう。よし、このまま4速から5速入れるか、次のセクターで5速。よし、いいよ、気をつけてね。これグリップ結構低下してます、グリップ結構低下してます。これアクセルベタ踏みでいくとかなり危険ですね、これは。よーし、いいぞ、あと2周頑張れ。よし大丈夫大丈夫大丈夫、スリップ入れたくない、スリップには入れたくないね。よし、いい感じやで、いい感じやで、いるで、バックマーカーバックマーカーいるで、バックマーカーいるで、バックマーカーいるで。おー、ここでトラブル、ごめん。いやいや、ちょっと待って、びっくりした。おい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 、ちょっと待って待って、そういう避け方するのね、危なかった今。うーわ危なかった、俺が気使って左からオーバーテイクしよう思ったら、多分グリーンフラッグで左に寄ったんだろうな、こう。危ねー、
やばいやばい。よし。大丈夫大丈夫大丈夫。このまま行こうぜ。よしよしよし、行こう。ファイナルラップ、ファイナルラップ。もうすぐファイナルラップだぞ。0.3 秒。で、あ、3秒、3.6。あ、結構いける。いけるぞ。サクシマ、頼むで。よし。手震えてきた。よし、手震えてきた。手震えてきた。佐藤拓磨さん。佐藤拓磨さん。佐藤拓磨さん、あなたは何位だったんですか ?2020 年のインディ500、お願いします。同じ順位で、同じ順位であってほしい。よし、行こう行こう。よし、日本人として、日本人としての誇り、佐藤拓磨選手の同じ順位を取りたいわけです、サクシューマハは。よし、行こう行こう。行け、もうここでいいっすね。よし、行けるぞ、これは。行けるぞ、行けるぞ、行けるぞ。よし、よしよしよし、後ろ来てない。後ろ来た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 。来たけど大丈夫。ごめんなさい、めっちゃうるさいと思うけど、ごめん、ごめん。これだけ許してください。よし、行け行け。最後来た来た来た。よし、来たー、サクシューマハ優勝、インディ500優勝、サクシューマハ優勝です。やった、やった、勝った、勝った、勝った。よっしゃ、よっしゃ。はあ、勝った。怖かったよ。はい、グラフィックが少しおかしいことになってます。これは気にしないでください。何これ。もうこの時点でおかしいじゃないか。これ走らへんバグや。やっちゃったね。おお、来た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 。はい、まあね、すべてのリプレイは見ませんけど、まあ少し見てもらおうかな。で、ここで現在3番手を走ってるんですが、まさかの1位、2位がここだったかな。ここでクラッシュ、ここだ、これだ、これ、ここでクラッシュして、その隙をついて1位に出たのがサクシューマハでございますね。いや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 、よかったよかった、ここで1位になったんだ。しかしながら1難去ってまた1難ということで、後続からスリップ使われて一気に1位を譲ろうとするシーンですね、これね。危なかったですね、ここもね。ただサクシューマハの方が上手でしたね、これね。そして2位を取られてやばいと思ってる時なんですが、この事故った車のために減速したんですね。 AI が自動的に減速して、その隙を狙ってサクシューマハまた1位に。左のリアのタイヤがないようなグラフィックに思うんだけど、気のせいかなこれ。ないような気がするんですよねこれ。そしてホームストレートに帰ってきた。やっぱりタイヤがない。リアのタイヤがないぞ。左のリアのタイヤがないグラフィックになってます。はい、そしてファイナルラップに入りました。サクシューマッハファイナルラップでございます。もうこれはファイナルラップで完全一人旅ですね。ここでもうあとはもう落ち着いて、ただ落ち着いて走れば優勝というところまでやってきました。さあ、ついにサクシューマッハインディ500でも完全制覇でございます。やはりホイールがない、タイヤがないぞ、どうしたんだ。さあ、まもなくホームストレートに帰っていきますサクシューマッハ選手。やはりサク家のナンバーワンはサクシューマッハだ。まもなくゴールイン、最後のファイナルストレート、インディ500を制覇したのはサクシューマッハ、おめでとうゴールイン。皆さんお疲れ様でした。サクの部屋に帰ってまいりました。お帰りなさい。さあ、というわけで今日はですね、インディ500の完全再現かっこ周回以外ということで、頑張って走りました。まあ1回目のレースでとんでもないことが起きましたが、あれは夢ですよ皆さん、大丈夫です。現実世界はしっかりと優勝いたしました。ありがとうございます。はい、というわけでね、本当にもうなんとか勝ててよかったかなと、楽しみでした。ゴールする瞬間が本当に楽しみでした。俺1位いけるんじゃねえかみたいな感じでね。はい、さすがサクシューマッハでございます。はい、あとですね、皆さんすいません、この優勝した結果、このレースの結果っていうのはなるべくコメント欄で、優勝とか2位3位おめでとうございます、嬉しいんですけども、
あのコメントの方はね、ネタバレ防止ということで、ご理解いただければと思います。ネタバレ防止ということで、なるべく、優勝おめでとうございますみたいなコメントはお控えいただければと思います。コメント嬉しいんですけども、やはり何日かして、楽しみにご覧になっている視聴者様もおられますので、なんとかそういったネタバレの順位、ネタバレなどのコメントはできたら別のコメントでよろしくお願いいたします。はい、すいません、こんなこと言って申し訳ありませんが、ぜひご協力いただければと思います。本当に、申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。はい、というわけで本日なんとか無事ね、優勝することができました。本当にありがとうございました。現実世界の佐藤拓磨選手は一体何位だったんでしょうか。私は優勝されているんじゃないかなと信じております。頑張ってください。収録している時はまだまだ決勝前ですので、ぜひ頑張ってください。それでは結果楽しみにしております。それでは皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋の作でした。